はい、お疲れ様です。今日もね、アクナイツやっていきたいと思います。ついに来ましたね、こちらのガチャ。はい、ティフォン来ました。前回ですね、マウンテンが欲しすぎてガチャね回してたんですけど、これマウンテン入れ替えだと思ってたんですよね。はい、なので本当にあそこで引かなければよかったなと。ティフォンで引いて上級ね集めて取ればよかったなと非常に思ってますが、いやちょっとねかなりショックを受けてるんですけど、まあ気にせずねティフォンは取っていきたいと思いますので、まあ引くまで回しますね。はい、一応ねティフォンとサンタラも欲しいんですよね。まだ性能は知りませんが、まあティフォンは絶対に取るし、サンタラもなんなら欲しい。はい、行きましょう。石がこんだけありますんで、まあいけるんじゃないかな、わからないけど、まあ引くまで回しましょう。そしたら行きますね。はい、10回以内に星5確定、行きましょう。10回スカウト。いやーこれねすぐに溶けていきますからね。はい、星5。我が主の盟友よ、ロドスはエイプリル。待遇もこんなにいいんだね。こんにちはドクター、私は宴。だいたい星4はね獲得しているので、あんまり新しいのもいないね。ただこれが全部上級資格書になってくれるということで、いや今回ティフォン取れなかったらマジでえぐいな。アンブリエル、こんにちはドクター。ポテちゃん、さあまあまあ出だしこんなもんでしょ。はい、行きましょう。いやどうですか、皆さん神引きをされた方はいらっしゃるんでしょうか。はい、来ましたよ。おい来い来い。あ、1枚ね。はい、いや来ますよこれ。ティフォン、エイプリル、うん、バーミルも持ってんだ。どうも、行動を呼びたいラバ。さあさあ、そろそろかな。星4、バブル。ドクターって君の名前？はじめまして。プロバイゾは持ってんだよね。そうだよね。危ねえ、ちょっと今早送りしそうになっちゃいましたね。はい、星6。いいね、パゼオンカ。いや、パゼオンカは嬉しいぞ、これ。マジで嬉しい。お礼を言わせてくださいませ。この醜悪な大地の上で、つかの間の居場所をわらわに与えてくださって、ありがとうございます。いや、これマジで嬉しいぞ。なんならパゼオンカ欲しかったもんね。いやもう絶対ティフォンは引くから、石見習いのアンセルです。うん、出るまで回すんで。いやパゼオンカはさ、もういや欲しかった。ちょっと前にピックアップ来てましたよね。ちょっと前だっけ、今来てる。うん、あれでね回そうかと思ったぐらいだから、いや嬉しい。行こうからのティフォン来ました。来た。いやこれマウンテン引いたおかげですよ、これ。お客様、マウンテンガチャ回したおかげ。私に最高の笑顔を見せてくれ。さあ星6、ディフォーン。道中で異常な現象に出くわした時は私が代わりに対処しよう。コードネームティフォンでいい。これは母が残してくれた角飾りにあったのでな。恐ろしい響きだという人もいるようだが、そういうことですよ、そういうこと。いや嬉しい、カンタービレ。はい、いやよかったね、パゼオンカとティフォン来ちゃったね。いややばい、
いやーマジでマウンテン引いてよかったですね。はい、まあとりあえず今回神引きかな、神引き、まあうん、いいんじゃない、うん、なかなかいい結果だったのかなとは思いますね。はい、ぜひですねティフォン、取得した人はですね使用感なども動画でコメントでね教えていただけると幸いです。今後ねティフォン使っていくような動画もね上げていきたいと思います。それではね今日はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。